こんにちは。まあ、吉田さんがね、毎月商品売ってるのはすごいことだなと思う反面、商売をしていて毎日商品売るのは当たり前だなとも思えるんですよ。まあ、もちろんね、扱うビジネスによって売れるペースっていうのは変わると思うんですよ。例えば住宅販売とか車の販売がね、毎日売れるかっていうと売れないと思うんですよね。まあ、単価の問題もありますし、まあ、対象顧客の問題もありますんでね。まあでも飲食店とか私みたいな麻雀店とかね、レジャーの店っていうのは毎日500円1000円っていうのを売り続けていくっていうのが商売ですから、そういった意味ではあらゆる機会を捉えてですね、あらゆる人に商品をどうやって売ったらいいかってことはビジネスとして生きていくんだったら、捉えていくんだったら何でもかんでも当たり前のことだなと思うんですよ。まあ、それがね、そもそも売る気はあるけども売るためのネタがないとか、商品作ってないとか、セールスの動画も作っていないし、コンテンツ、要するに集客のためのコンテンツ提供、動画ばらまきもしてないってことになると、一体何をどうやる気があるのかなと思っちゃいますよね。で、今回ね、私思うんですけども、小さなことにくよくよするなって言葉があるでしょ。で、それとは逆のことを言ってるのが今回紹介する、幻冬舎の社長の言葉なんですよ。この方はね、小さなことにくよくよしろって言ってるんですよ。私たちは小さなことにくよくよせずに大きなことを成し遂げることはできないって捉えてるんですよね。私はね、小さなことができるから大きなこともできるようになると。もっと言ったら大きなことも小さなことの組み合わせでできてるんで、その小さなことを一個一個こなしていくと結果的に大きなことも改善できてるってことなんじゃないかなと思うんですよ。だからね、小さなことこそくよくよしないといけないし、たった一つのことも大切にしていかないといけないと。その積み重ねが結局大きなものにつながってるんじゃなかろうかと、まあ、いつも思うんですよね。だから小さなことにくよくよすんなよっていうのは今の時代当たらないんじゃないかなと。昔はいいかもしれませんけどね、今は当たらないんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに小さなことにくよくよするなっていうのは多分ね、農家で生まれた言葉だと思うんですよ。農家で生まれた時に、例えばこっちの畑で、野菜がねちょっとしおれちゃったみたいなことをくよくよしていて、本当に手入れをしなくちゃいけないこのね、米、水田の方ですね。水田の方がおろそかになっちゃいけないから、こっちの方は残念だったんだけども、トータルで考えて、大体が取れればいいじゃないかっていう風な感じですよね。それが大きなことを成す力だった、農家の力だったと思うんですけども、最近はですね、小さなことをやることによって、大きなことが成り立つのか、瓦解するのかってことが決まることが多いんで、やっぱり基礎の力をしっかりとつけていくこと、そして小さなことにくよくよして小さなことを改善していく、その繰り返しで日々を刻んでいった方が結局は近道なのかなと思うんですよ。ですんで今日ね、小さなことかもしれませんけども、1分とか時間を取って1本の動画を撮っていく、その積み重ねで結果的に今日は5本撮れたな、10本撮れたなっていうことをやっていけばいいんじゃないかなと思います。いきなりね、動画1万本ダーンと出すぞって言ったらね、時間がある時に100本やろうみたいになっちゃうわけですよ。そういうのは全然良くないなと思います。100本やる力があるんだったら1本ができるでしょと、今日の1本ができるでしょって考えていった方がいいのかなと。しまいにはね、ガシャーと歯磨きしてるところを動画で撮ればいいんですよね。行動を動画で撮るってのは本当に並行作業ができますんで、最も簡単なコンテンツ提供の方法だと思うんですよ。菓子パンを食べてもね、それを撮影してアップロードするぐらいの図太さが必要だと思います。いってらっしゃい。